さて最後の仕上げだぞ。なんで着替えなきゃいけないんですか。お前汗でドロドロじゃねえか。戦場に赴く前にはな、身を清めるんだよ。あてか今日って何かの日だっけ。え、いや朝から手の込んだもの作ってくれたからさ。あ、別に何の日でもないけど。いつもより早く目が覚めたから。お前、いやドンジさん、気づいてたんですね。いいんだ、わかるぞ。俺に惚れちゃったんだろ。いえそんな。いいんだって。男ダンジ、責任を持ってお前をエスコートしてやるぜ。ん、兄貴とユーユー。そんな、まさか。そんな。じゃ行くぞ。で、何の用だ。え、俺に用があったから後つけてたんだろ。それはその。なんだ、違うのか。いえ、実はお前女装してた方が喋れるみてえだな。いえそんなこと。今日はもう夜ご飯いらない。やめてくださいって。可愛かったぜ。あの、昨日の夜眠れないくらい興奮して、その、すごかったです。ダンジさん、僕本当に熱くなりました。そうかそうか。で、どんな感じに熱くなったんだ。責められてると思ったらいつの間にか逆になってたこととか。真昼間から何ちゅう会話してんのよ。正直お前もやりたくなったろ。あの目線、あの空気、誓いの言葉、やっぱり間違いない。よし、じゃあ行くぞ。どこにですか。決まってるだろ、みんなに紹介するんだよ。紹介。はい、お願いします。ごちそうさん。ごちそうさまでした。